吉田さん、若いうちにしかできないことって確かにあると思いますけども、年を取らないとできないこともあるんですよね。まあ例えば50年がかりでやる作業って、これ10歳の人にはできないですし、若い人には無理ですよね。で、なんかその私芸の道に入って5年になるんですけども、芸の道ってなんかすごく不思議だなと思うな。若い人が前面に出ていくっていうこともあるんですけどもね、基本的にはね、年を取れば取るほどベテランなんですよ。すごいんですよ。なんか年を取れば取るほど技も技術も意識も高まっていって、本当にね、多くの弟子を従えるようになるんですよね。カンフーもそうなんですけども、達人ってみんなね、70代とか80代なんですよ。で、無傷なんですよね。で、若くして力をつけた人もいるんですけども、でもその70代80代にはかなわないんですよね。だからなんていうんですかね、基本的には私たちは若いのが未熟というふうに捉えられるのかなと。もちろん見た目がね、私は老けているけども、じゃなくて人間は成長するとこういうふうに一定のシワが刻まれていって、若い頃に必要だった髪の毛はどんどん失われていって、これ若さを失うのがなんか退化してるみたいな感じに見えちゃったりするんですけども、そうではないかなと。若い頃にまとっていた見せかけのまといってのはどんどんね、脱ぎ去っていって、本来の自分がどんどん内側から出てくる姿が、年を取って年輪っていうものとか顔つきとか意識っていうところに反映されるんじゃないかなと思うんですよね。まあ髪の毛が薄くなるのは若くても年を取っても嫌ですけどもね。まあだから何なんでしょうね。事実として若く見える、老けて見えるってことと、中身がどういうふうになってるかってことは多くの場合一致しないってことなのかなと。私が見てるところ、カンフーの達人は70代80代なんですよ。20代30代ではまだ全然ダメで、こういう言葉もあるんですよね。素質のある人で10年、普通の人で30年、ね、これ一つの技を極めるのに普通の人で30年かかると。センスのいい人で10年ぐらいなんで、じゃあいくつもの技を体得するのには当然70年とか80年はかかるよってことらしいんですよね、だから毎日毎日鍛錬をして、50年鍛錬しなければできない技や肉体ってのがあるそうなんですよ。で、その肉体をもとにしか発揮できない技があるから、早くして戦いによって傷ついたり死んでしまった人はその技を体得する権利も与えられないとかね、まあ芸の道で言うとそういった音色が奏でられないとかね、あるみたいなんですよね、まあそういうことを抜きにしても、40年とか50年の人生を過ごしてきたから分かる感動とかもあるんですよね。分かる味覚ってのもあったりとかね。若い頃は肉ばっかりいっぱい食べてましたけど、質にかかわらず。でも今はグレードの高いものを少し食べれば満足みたいな食事の成熟っていうのもあるのかなと思いますね。まあでも吉田さんが言う通り、年を取ってもインターネットの作業ってのはできるんで、年を取ってからやるっていうのもいいですけども、まあ早く始めた方がいいんじゃないかなと。それこそ年を取ってやらずに済むっていう、ね、やらなくてもパフォーマンスが得れるってことのが一番いいような気がするんですけどね。どうですかね。いやーでもね、吉田さんすごいですね。じゃあ利根川続きを見ます私。じゃあいってらっしゃい。